Are y'all ready to dance now? Here we go! Yes! So crazy right now! Most incredibly! Chappelle! It's your boy, Young! You ready? Set! One more time! More and more at a time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is a runaway. Cause I still don't understand just how you're looking through and no one else can. So quietly, who he think he is? Look at what you did to me. Tennis shoes don't even need to buy new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew. The beat in my heart, cause when I'm with you. But you don't understand just how you love me through, no one else can. こんにちは、ボーズピーです。さっきまでですね、赤羽にですね、玉上俊夫候補を応援する西村慎吾議員ですね。玉上俊夫候補本人は、また別の人のどこかの応援説行っちゃって、本人いなくて、西村先生がですね、応援に来て、演説なさっていたのを生放送しに参りました。で、演説、ふむふむと聞いていたんですけれども、選挙につきもののですね、社会、保障とかですね、福祉とかですね、医療の話は一切しなくてですね、西村先生。それはそれで、潔いなって、ちょっと思ったんですけれども、あまりにこう、異色なね、選挙の、外戦なんで、ちょっとびっくりいたしました、坊主ピーは。別に批判しているわけじゃないですからね、それはそれで潔いっていう、褒めておるという話であります。ですね、サムスンのシリコンバレーの研究部のトップがですね、インド人の33歳の、やつに抜擢された、という話でですね、それに対して韓国人が、ちょっと鬱になっちゃったんでしょうね。韓国人は、皆同じ教育を受けるという、社会主義的思考であり、このような人材は現れないであろうとかね、韓国人は頭が悪く発想の展開や異なる考え方ができない。
これ本当に韓国人が書き込んでんのかな。井の中のカーズ DNA に、最先端技術を駆使する能力がない。これ分かってますね、実に。でね、そういうの全人教育というらしいんですけどね、全人教育と天才教育、という違いがあるんですけれども、これに関してはですね、日本も、ちょっと、韓国のこと言えないな、日本はね、全人教育の最たるものであって、なかなか天才が現れにくい教育で、ある。というのは、昔から言われておりました。まあね、東大に行ったね、鳩山みたいなバカもいるし、あと、桜移住みたいな民主党の議員ですね。円高も円安もさっぱりわかんねえような医者もいるし、そういうね、教育の弊害ですね、型に押しはめようとする、こう、ぴっちり型があってですね、それに人をね、押し込め、型にはめる、教育というのが、良くないんじゃないか。こんなんじゃ天才現れないよっては昔から言われておりました。韓国は中国のね科業ですね、役人になるための試験、科業という伝統がありますんで、余計そうなんですね。日本よりも全人教育、型にはめる教育がなんつうの浸透してるんですけど、でね、アメリカで、ちょっと前にこういう現象が起きたそうです。アメリカは今、人口3億5000万ぐらいいると思うんですけど、トップの貧乏なやつ、からね、下から数えて1億人、1億番目の貧乏人、つまりですね、アメリカの3分の1ぐらいの、下の方の貧乏人、1億人、が払った税収の合計よりも、ビル・ゲイツ一人が払った税金の方が多かった、という現象が起きたそうです。ってことはよ、ビル・ゲイツは、下から1億人の貧乏人よりも国家のためになってるということだ。一人でね。ですんでね、ビル・ゲイツ的な考えをする変人、ビル・ゲイツなんかはね、Windows を世界中に売りまくって、世界中から金をアメリカに持ってきたわけだ。そうするとね、日本もこういう、ビル・ゲイツ的な、変な考え、変なやつ、をね、もうちょっとそれでもいいよ、つって、伸ばす教育も必要なんじゃなかろうか。国益なんじゃなかろうか。ビル・ゲイツみたいなやつがね、10人ほど出現してよ、日本によ。でね、世界中から金をかき集めてくれたら、くれたなら、まあ、知的財産っていうかね、そういうのを売ることによってね。とっても国益になるんじゃないか。日本だったら3分の1ぐらいの人間、下から3000万人の貧乏人が払う税収よりも、そいつ一人が払う税収の方が多いなんていう事態に、なったらよ、そういうやつが10人ぐらいいたらよ、とっても日本の国益になる、国力が強くなるんじゃないか。ですから、変な考えも許容してですね、それもいいんじゃないの、もうちょっと伸ばしてみたら、そういうようなね、天才教育も取り入れるべき、坊主ピーはちょっと考えております。1億人の貧乏人よりも1人のビル・ゲイツ、という考えで、ありますね。だってそっちの方が税収が税金いっぱい払ってくれるっつうんだから、しょうがねえじゃねえかっていう話なんですけどね。日本の教育ではビル・ゲイツ的な変なやつは一人も現れないに決まってますから、まあ日本のエリートというと、公務員的な感じのね、秀才ですよ、いわゆる。天才というよりも、一人の天才よりも、100人の秀才を生み出しましょう。というね、失敗しねえような人間を教育ですから、そういうのはちょっとやり方変えて、めちゃくちゃな教育、変な考え、面白い、それやってみろ。そういうね、そういう教育も必要なんじゃないかと、坊主Pは主張いたします。あとですね、世界低出産数ランキングというのが発表されました。これによりますと、ナンバーワンが、香港、ナンバーツーがマカオ、ナンバースリーが韓国、南朝鮮ですね。ということで、実質韓国が、国家としては最低の出産数、二人がかりで何せ、1.19 人っつったかな、 1.19 人しか子供作んねえ、倍々で減っていくっていうね、倍々ゲームで減っていく、二人がかりで一人しか作らない、ということでね、まあ、中国なんかは自らね、少子化対策、一人っ子政策だなんつって、二人がかりで一人しか産んじゃダメなんてやってますんで、これはまあ例外としてね。
自然な感じで、実質ナンバーワンは韓国である、すさまじい少子化に見舞われてるのは韓国であるというニュースを発見いたしました。香港とマカオは韓国の上へ行ってるんですけど、その二つともね、どう考えても、出稼ぎに行く場所であって、仕事する場所であって、あれだもんね、住んで繁殖して、地に足据えましょうとかそういう場所じゃないですもんね。日本で言ったら、丸の内とか、大手町、まあ、オフィスビルがいっぱい並んでってことですよ。そこでね、出産数を調べたら、ものすごく低い、まあ、住んでる人いんのかね、大手町とか丸の内とかね、住んでる人は数人とかじゃねえのかなって気がしますけどね。そういえば、千代田区、千代田区全体の人口が5万人って聞いて、そんな少ねえのって、驚いたことありますけど、ひょっとしたら、そういう公共施設の管理人とか、そういうね、人しか住んでねえんじゃねえのって、千代田区の出生数が少ないようにね、みんな働きに行く場所ですから、香港、マカオの出産数が少ないのは理解できるんです。韓国はそれについて低い、つまり実質ナンバーワンの低、出産率であるということですね。このまま行ったら、まあ、人口減って、滅びんだろうな、どん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 人口も減ってって、ビルは崩れ、原子力、原発は、地震もねえのに、なんかしんねえけど止まっちゃって、燃料棒でね、でね、船は沈んで、なんて、でね、在庫、在日コリアンですね、在庫もね、どんどん減少中だそうです。2011年のデータなんですけども、在庫、生まれやがった在庫がですね、1222人、それに対して死んだ在庫、まあ、老衰とか事故死とかあるんでしょうけど、4894人、ものすごい勢いで数減らしておる。これだけでもね、3000人ぐらい減ったのね。あとね、帰化したり、なんつって、また減らすやつもいるんでしょう。なかなか在庫も生まれないということなんですけれども、でね、在庫、結婚した在庫メス、ですね、調べてみますと、なんと恐ろしいことに 88% が日本人と結婚してやる。在庫メスね。やだなーってね、なんでそんなに騙されんだよーって。日本人、男騙されんなよな、在庫のメスによってよ、思ったんですけれども、そうか、12% しか在庫オスは選ばれてないのか、というような風にも取れますね。在庫のオスなんかね、韓国人は力強くてモテモテでなんて飛ばしてますけど、なんだ、在庫のメスにも選ばれてないじゃん。12% しか。12% しか選ばれてねえじゃん。88% の在庫のメスはよ。まあ、9割近くですね。9割弱は、日本人の方がいいわっつって、結婚、日本人と知っちゃうんだから、それはそれでね、動画だと思いますけどね。やだなって思いますけどね。なんだ、選ばれて、ないじゃん。モテて、ないじゃん。在庫のメスにもさ。というね、在庫のオスの、プギャーが聞こえてくる、データでありますね、ということで。だがしかし、なんで騙されんだろう、日本人のオスは。日本人の男は、在庫のメスと結婚してね、子供は作りますでしょ。そうするとね、自動的に、韓国籍が、くっついてきちゃうんですよ。わかります？自動的に、母親が韓国籍であるというだけで、子供には自動的に韓国籍がくっついてきちゃってね。でね、その子が息子だったら徴兵を済ませるまで、離脱できねえし、その子が女の子だったら徴兵がねえから、全然離脱できないんですよ。全く離脱できないんですよ。この理屈わかりますか？男はね、まだね、徴兵するという手段によって韓国籍を、離脱する方法があるんですけど、娘、女の子の場合は、韓国籍を追っ放す、捨て去る手段がない。つまり、その子は自動的に韓国人になってしまう。で、日本は日本、二重国籍認めてませんから、韓国籍を持ったままの、その日韓ハーフの娘っ子を日本人にしてあげることができないと。そうすると死ぬまで韓国籍を持ってる、在庫のメスっていう風になるわけだ。
ずっとね、そいつとまた結婚してるね、同じことですよ。片親が在庫だったら、韓国人だったら自動的に韓国籍付与されるんだから。で、先ほど息子の場合、徴兵を済ませることで、韓国籍を追っ放すことが、捨て去ることができるって言いましたけれども、他国でね、軍役を務めた人間は、日本人にはなれまじぇん。なれないんです。日米同盟があるから、米国の軍人さんだけ別であります。米国の軍人さんは日本国籍を取得し、日本人になることができるんですけれども、その他の国の元軍人は日本人にはなれまじぇん。これ、こういう決まりがあるのはしょうがねえね。で、ね、オスの場合、息子の場合ね、徴兵を済ましてきて、韓国籍を追っ放せる、よかったよかったっつって、で、じゃあ日本人になりますっつっても、今度は日本政府からダメだよって、ダメだよってね、アメリカ軍人以外の元軍人は日本人になれねえよって、ダメだよっつって拒否される。早い話がですね、在庫のメスと結婚した日本人の男の人に言っときますけど、子供はね。未来英語オスでもメスでも、日本人にはなれまじぇん。他の国の人間にならなれる可能性がある。例えば韓国で徴兵、済ましてきて韓国籍を追っ放して、米国籍とかね、カンボジア籍とかね、フィリピン籍とかを取得することはできる。だがしかし日本籍にだけは絶対なれない、ということですから、日本人の男騙されんじゃねえってね、88% も、在庫のメスは日本人の男を、9割方好きなんだから、狙ってくんだから騙されんじゃねえってね、ましてや子供なんかつくんじゃねえってね、そういう主張をいたします。ボズビーでした。はい、こんにちは、ボーズピーです。ワイワイ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく、使わせていただきます。本当にありがとうございます。ありがとうございました。明日ですね、池袋アダムという箱でですね、東池袋 1-22-1、池袋アダムという箱で、1時ぐらいから出番なのかな、サルゲリがライブ行います。四季島会の付属バンドであります。そちらの方もよろしくお願いします。12月27日の忘年会もよろしくお願いいたします。今日ですね、浦和にですね、安倍総理の凱旋、に行ってまいりました。村井秀樹という候補ですね、応援に安倍晋三総理大臣が、行ったと。実に浦和に総理大臣が来るのは30年ぶりであるという話でした。大平義雄総理大臣以来の話であるということでね、すごかったですよ、会場。5000人以上はいたんじゃねえかな。もうお祭りでごった返して、満員電車、ね、巨大な満員電車みたいでした。浦和駅東口。でね、自分は、立って放送するの。一番前に、1時間前から行って陣取ってたもんですから、まあ、立つとね、後ろの人迷惑になるかなと思って、座って、カメラだけ積んだして放送してたんですけど、立ったらね、立ってこう、後ろぐるって放送したら、自分の、専用の、当局関係者がずっと後ろついてまして、その人に座れ座れと、コンタクトやられて、三脚あるじゃないですか、カメラの三脚。棒を持って立ってて、その棒が頭上よりも高い位置にあると、SP がギロッとこう、警戒すると。だから、座ってくれというようなことで、生放送中お気づきでなかったかもしれませんけれども、私の後ろに当局関係者が一人、ずーっとついておりました。ずーっと、まあお馴染みの方なんですけどね。あとですね、座って放送してたんですけど、後ろの、女性が65ぐらいかな、ここにね、ここにバッグを、腹に背負ってて、でね、身動きするたびにそのバッグが俺の後頭部に
で、なんですよ。で、相手はバック越しだから、その、俺の頭こづいてるなんて気づかねえわけ。でね、何回も何回もやられて、このクソババ殺すぞって思ったんですけど、そういえば、自民党を応援に来て、外線に来てくださるおばあ様、だから、ニコニコ笑ってましたけれども、まあ、すごかったです、熱気が。総理がね、こう、パン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 って一番前にいる人にだけこう、やったんですけど、安倍総理が10メートル先からこう近づいてくるたびに、後ろからグイグイ押すんだよ！あれがよ、群衆が、グイグイ押して満員電車見て、わーらに、持ってるパソコンよく壊れなかったな、満員電車並みの圧力でした。でね、隣にいた女性にね、やってもらったなって聞いたら、2回もやってもらったわって、言っててずるいぞって思ったんですけど、俺はカメラとパソコン持ってたんで、やってもらえなかったということ。とにかく熱気がすごいです。安倍晋三人気、すごいなぁ、ね。まあね、明日、秋葉で最後の凱旋あるみたいですけど、自分もライブの後、ちょっと打ち上げやって生放送行こうかと思っております。明日、秋葉に来られるなんて方、坊主見かけたらお声掛けてください。よろしくお願いいたします。明日は今日以上の熱気なんだろうな、ドーってね、押されてひどいんだろうな。バックで頭も小づかれるだろうな。その時に怒っちゃいけないという話でありますね。とですね、その当局関係者と、事後にですね、お茶しに行ったんですけど、まあ、いろんな話して、で、ネット界隈では、常識的な話あるじゃないですか。その、在徳さんが、最高裁で有罪食らったけれども、それは、表現の自由に関しては、お咎めなしで、威力業務妨害と、器物破損に対しての、あれなんですよ、つったら、そうなんですか！まあ、ネットの中のね、常識と、いうことが、当局関係者はわかんねえから、とっても新鮮みたいで、ふん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 話聞いてくれましたけれども、まあ、忙しくて、ネットを見て、情報を分析してる暇がないのであるなぁなんて、ちょっと思いました。でね、その在特会さんの最高裁の判決、1226万だっけな、払え、という最高裁の判決が下っちゃいましたけれども、朝日新聞がね、早速ね、事実誤認、嘘っぱち書いて、記事書いてるんですよ。差別と認定し、高額の、賠償命令が確定した。これだけ見るとね、朝日新聞の記事これだけ見ると、あ、そうか、差別に関して金払えってなったのかって読めるでしょ？ところが違うんですよ。判決文はね、被告の表現の自由はこれを制限しないってなってますから、差別とかヘイトスピーチの部分で、罰せられてるわけじゃないんですよ。1200万払えって言ってるわけじゃないんですけど、罪状はですね、器物破損。なんかね、拡声器のコード、プチンって切っちゃったらしいんですね。それと、威力業務妨害。それもね、おかしな話でね、業務妨害って言ったって、一人5万で、何百人から1200万だとって、そんな話もおかしいですね。これ、悪しき前例だと思いますよ。学校でね、1000人ぐらいが同時に授業やってる学校の業務を妨害したら、じゃあ5万かける1000人で5000万かって、そんなね、高額の賠償、じゃあ学校の授業は何があっても妨害できねえじゃねえかな。まあ妨害する気もないんですけど。大体ね、朝鮮学校なんて、学校でもねえんだから、一条校じゃねえんだから、塾とか、英会話教室とか、お花教室と一緒の、扱いの各種学校ってやつなんですから、そこの授業を妨害して、何が悪いんだって。敵国民の、日本人をさらって返さねえ敵国の北朝鮮の、機関だぞ、支部だぞ、それのね、業務を妨害して、何が悪いんだって、坊主ピーなんか思いますけどね。でもそれが悪いとなっちゃって、一人当たり、かけるなんぼでなんて。なの高額の賠償。これ、悪しき前例ですからね。つまりね、自衛隊さんとか消防隊とか人がいっぱいいるところの業務を妨害したら、すなわち高額になってしまうという悪しき前例作りましたからね、最高裁さんね。自衛隊さんの業務を妨害、よくよくね、妨害してる、左翼どもなんかもね、これで起訴されといいわ。でね、隊員、今日3000人いたんで、1億です。
とかね、つらっとは言われといえば、自衛隊の前のパレ、自衛隊のパレードなんかに立ちふさがってね、妨害しているような左翼は、そういうふうに言われといえばってね、人数多いところの妨害すると、高額の買収を請求されるという判例ができましたから。1億ですとか、2億ですとか、つらっとね、シャシャーっとして、言われといやっていう話でありますね。しかし、朝日新聞、本当に嘘記事ばっか書いて、あそこはね、新聞記者が工作活動してんじゃねえんだってね。工作員が新聞記事書いてやがんだってね。その通りですね。本当に反省してねえな。もう潰すしかねえな。憎くて憎くて、坊主 P は朝日新聞が憎くて憎くてたまりません。本当にたまりません。あとですね、韓国人が、ユニコと書いてですね、これ新聞の社説なんですけどね、ハンギョレ新聞、韓国語。韓国人がノーベル賞取れねえのは、日本統治時代に高等教育から締め出されたおかげであるって、書いちゃってんだよ。韓国人のくせに。ハンギョレ新聞のくせに、そんなこと書いちゃってんですよ。それじゃね、まるでね、日本統治前は、高等教育があってよ、韓国に、半島に、高等教育の機関があって、国民がみんな高等教育を受けていて、日本が統治したらば、韓国人は、半島の人間は、その高等教育から締め出された、みたいな、そんな、バカな記事書いてんですよ。ね、日本の統治前には、半島にはね、高等教育どころか、小学校が4つしかなかったんですからね。4つ。でね、初代の朝鮮総督府総監の伊藤博文が、何小学校4つしかねえな、お前ら何やってんだって、怒鳴ったんですからね。その当時、朝鮮を治めてた貴族階級、李氏、朝鮮の貴族階級ですね。まあ、両藩って言いますけどね。キムとパクつったかな。キム一族とパク一族つったかな。でね、韓国人、キムが5分の1なんて、それはね、みんな、キムという貴族とパクという貴族を名乗ったから、嘘ぶっこいて。なもんで今は韓国人の5分の1がキムっていう名字だそうですけどもね、そいつらに伊藤博文は怒鳴ったんですから、おめえら何やってたの今までってね、おかしいんじゃないの、おかしいんじゃないかしらなんてツンデレしたかどうかは不明ですけど、とにかくね、4つ出たんだよ、小学校は。高等教育どころか、初等教育である、小学校も、ほぼ、皆無だったんですよ。ほぼ皆無。ないも等しい。4つですから。1000万人に対して4つですからね。それがね、日本が40年治めてよ、終戦まで1945年に、いくつになったか。人口は2000万人になりました。倍増ですね。でね、小学校の数は、なんと5200になった。5200になった。なんで日本が、半島から教育を取り上げたって抜かせるのかなって不思議でなりませんよ。半島になんかね、日本の統治前は教育なんかもともとねかったし、日本は半島のあまりのバカさ加減に呆れて、こんなに学校好きねえのって呆れて、一生懸命日本人の税金で、半島のために小学校5000も作ってやったんだなってね、人口も倍にしてやったし、それがね、なんで教育を取り上げたって真逆のことを脱がすんだ、ハンギョレ新聞はっていう。これもね、憤りを感じ得ない。憤らずにはいられない話でありますね。とにかくね、韓国人だな、朝鮮人なのは、もう話になんねえから、もう、あいつらの言うことは一切聞きたくねえね。何を言っても。そんなうんざりモードでありますよ。うんざりしてるし、本当にバカだなって、哀れに思うし、あれですね、安倍ちゃんの凱旋の後に、なんか左翼っぽいのが、肉声でね、若い男はね、30ぐらいのね、肉声でね、脱原発でどうのこうのねっていう、一人凱旋始めておりました。無許可の。もちろん聞く人は誰も言いやしねえんですけどね。そんなことをやるのは初めて見たんで、逆効果じゃねえのかなって思いました。若い人間が肉声で政治のことについて街中で語る。これはですね、若い人も政治に関心持たなくちゃならないんだよって、みんなに思わして、逆効果じゃないのかな、日本の敵
敵どもにとっては、左翼どもにとってはなんてちょっと思ったんですけど、我慢できなくなって、いぶり出されてきたんだな。今までは、理性が効いて、そんなことやると、若い人が政治に関心持っちゃったら大変だからなんつって、やんねでいたものを、もう、尻に火がついて我慢できなくなっちゃって、始めちゃったってね、朝鮮人だから我慢できないですね。そういうわけでね、韓国人のくせに何言ってんだ、この野郎。何言ってんだ、ハンギョル新聞。ってね、一回、死ななくちゃダメだなって、思った坊主ピーであります。韓国人ね、一回全員死んで生まれ変わってきて、もらいたいものでありますよ。本当に。というわけで明日のライブお願いします。お客さん少ないです。選挙期間ということもあって、お願いします。こんにちは、敷島会坊主 P です。ご覧いただきありがとうございます。12月27日、忘年会あります。よろしくお願いします。今日は12月23日、天の誕生日ということで祝日でした。天朝節、と言われていた明治の頃はという話であります。で、自分ちょっと知らなかったんで調べてみましたら、国家の日だそうです。その国家にとって最も記念すべき日、である。最もですから、国家の日は国家に一つ、ということで、他の国家を調べてみますと、独立記念日というのがやたら多いんですよ。アイスランド、アフガニスタン、アメリカ合衆国、アルバニア、アンゴラ、まだですね、イスラエル、インド、インドネシア、ウガンダ、ウクライナ、ウズベキスタン、ウルグアイ、エクアドル、エリトリア、エルサルバドル、大体ね、国家の日の8割が独立記念日じゃなかろうか。あとですね、革命記念日っていうところも多くてですね、エチオピアとかですね、まあ、あれですよね、独立したの、革命したのって、そういう記念日が国家の日ってされて、おるんだな、という話でありますね。ケニアも独立記念日、ジンバブエの独立記念日ですね。でね、あれです。国家が変動、国家の日が変動する国を調べてみました。この3カ国、みたいです。国家の日が変動するのは日本。まあ、100年後の国家の日、天皇誕生日は変わってるんじゃないか。という予想されるわけで。あと、イギリス。イギリスもですね、女王の誕生日が国家の日とされておって、祝われております。バチカンではどうかというと、現法王の就任記念日が国家の日として、されております。これも100年後は変動しているはずですよね。女王の誕生日、天皇陛下の誕生日、法王の就任記念日が国家の日とされておる。国家の日が変動するのは、まあ、この3カ国だけ、という、まあ、調べた限りではそうでした。まあ、くしくもですね、世界の VIP が集まった時に、一番上座に座るのが天皇陛下じゃないですか。その次がローマ法王じゃないですか。その次がイギリス女王じゃないですか。イギリス女王はね、1600年から続いている、まあ、400年ぐらいの歴史があるのかな。古いほど偉いというふうに、上座に座るというふうになっておりますんで。まあ、イギリス王朝はですね、ウィンザー朝って言ってですね、ビクトリア女王の時に一回男系が途絶えてますから、まあ、100年ぐらいの歴史しか厳密にはないんだよということなんですけど、ビクトリア女王の先祖から数えるとですね、まあ400年ぐらいの歴史があるということで、天皇陛下のローマ法王の次に座ることが許されておる。ナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリーということで、国家の日が変動するのは、格式が高い証であるな、なんていうふうに、ちょっと、みやびであるな、なんて、他の国はね、革命記念日だの、独立記念日だの、要するに、血なまぐさいことをやった、日を、祝ってんだよ。でね、この3カ国は、まあ、なんと雅であることよな。さすが、格式ナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリーの国であるな、と、まあ、これが延々言いたくて言ってたのか、おめえは、という話でありますけど、一般参賀もあったようです。自分ちょっと仕事で行けなかったんですけども、いっぱい行ってね、ツイッターなんかに、行かれた方の写真が載っておるのを眺めて、楽しんでおりました。天皇陛下81歳ということで、あと7年は、
健やかに過ごされて、7年、経ちますとどういうことになりますかというと、88歳、米寿ですね。米寿。米寿を迎えてほしいと切に願っております。まあ、国家の日というお話でありました。勉強枠ですね。坊主の動画は勉強になりますね。ということで、国家の日は国家に一つ、変動するのはこの3カ国だけ、という話であります。この度ですね、内閣府が行った好感度調査ですね、内閣府調査で 67% の人間が韓国を嫌いだ、好きじゃねえって、言ったことに対してなんか韓国も日本のメディアもなんか慌てておりまして一生懸命言い訳始めてるんですよ。イ・ミョンパク大統領が竹島に訪問した際に、おきっかけだったんじゃないかとかですね、これは中央日報の話ですね、社説ですね。加藤支局長、産経のソウル支局長が訴えられたのが原因になってるんじゃなかろうかっていうね、ここはなんだ、南日本新聞ですか。これはですね、安倍首相と習近平が2年半ぶりの首脳会議に向かったが、あれですね、韓国とはまだやっていない、韓国に親しみを感じる 31% も過去最低に、沈んだと、両国の政治経済外交が影響を及ぼしているのは間違いないみたいな、そんな社説ですね。あとですね、こちら黒田って人がですね、韓国人の研究という本を書いてるものがあるらしいんですけど、日本人には特に若い人に韓国人に対して剥奪感を持っているんじゃなかろうか、日本人の場合は韓流ブームやキム・ヨナ選手の活躍、サムスンの躍進を目の当たりにして韓国が無視できない存在になり、韓国のせいで日本が損をしているような剥奪感に陥っているのでしょうなんて偉そうに言ってますね。こちらのアメリカフォーブス氏、安倍首相の靖国神社参拝が中国や韓国に対する日本人の敵意の導火線になったのではないか、安倍首相の行動が日本の若い世代にこれまでにない影響を与えているのは間違いないなんて言っておりますけど、どいつもこいつもトンチンカンで的外れだなって、坊主ピーなんかは思います。あれのせい、これのせい、これのせいじゃねえか、あれのせいです、これのせいに決まってますよね、これのせいに、これのせいだっていう人なんでいねえのかなって不思議でなりませんよ。今ね、4箇所の記事紹介しましたけど、2013年の10月25日と今年の11月24日にね、サウスコリア軍、韓国軍が竹島に軍事訓練と称して、上陸してるんですよ。日本の外務省がやめろやめろってね、ダメだダメだ、いかんであるいかんであるって言ってにもかかわらず強行したと。でね、日本の領土で軍事訓練をやる韓国軍はどういうものか、こっちが嫌だっつってんのに、進駐軍でしょ、侵略軍ですよね、侵略軍。ハワイでね、中国軍が、アメリカがダメだっつってんのに、軍事演習してみろって上陸して、香港にね、中国が嫌だっつってんのに、アメリカ軍が行って軍事演習してみろって、宣戦布告だって侵略軍と見なされますよね、そんなのね。同盟国でも何でもねえのに、そこをね、同盟国でもやっぱり何でもない日韓の間柄でよ、例えば日本の国内で同盟軍たる米軍が軍事訓練するのはいいですよ。これは政府の了解も得てるしね、政府がやめろっつってんのに、我が国領土で軍事訓練をする韓国軍は侵略軍ですよ。我が国は侵略を受けてるんですよ。ということは、韓国という国はね、軍事的に明確な日本の敵なんですよ、敵国。今ね、侵略真っ最中、軍事的に占領された状態なんだから、竹島を、軍事的に侵攻されて、そこでね、警察官と称する中身兵隊の奴らが居座って、軍事占領を受けてんだって話ですよ、韓国に、我が国は。救助なんかクソの役にも立たねえねっていう話ですね。で、韓国が軍事的敵国であるならば、当然ね、在日コリアン、韓国人は敵国人ですよね。この論理に何か
不備が破綻があるでしょうか。韓国は敵国である、軍事的な敵国である、侵略国家である、日本を侵略しておる。そして、在庫は韓国人なんだから敵国人である、敵国人ですよね、まるでね、このあの論理に破綻があるでしょうか。なんで敵国人にあの生活保護を与えてみたりね、あとね、あの保守速報さんとか在特会さんを名誉毀損で訴えてやがる不届きなあの在庫もいるようですけれども、なんであの敵国人のあの在庫をね、日本の法律が守ってやんなくちゃなんねんだという、そういう話ですね。軍事的に明確な敵だからあの嫌われてんだって、なんであの南日本新聞とか、アメリカフォーブス氏とか黒田さんとか中央日報は言わねえんだって、いう話ですね。なんかね、あの隠して言いたくないんだろうな、この事実を。ですんで、あの私が言います。皆さんはこの事実をあの広めてください、軍事的に敵なんだっすか、軍事的に敵で宣戦布告してね、日本がおかしいんだ、まともじゃねえんだって話ですよね。それもこれも球場のせいなんですけどね、球場なんかに勝ったらあのすぐさまあの宣戦布告して軍事占領して、韓国を焼き払って、占領もせずに帰ってくるわって、焼くだけ焼いて韓国人殺すだけ殺して、いう話ですね。もうそうしたくてあのたまんない話でありますよ。あとですね、今日のあのテレビネタは、まあ北朝鮮のあのネットがあの米国によって止められたというニュースですね。アメリカ軍すげえなっていう、アメリカはすげえな。これはですね、あのソニーピクチャーズというところがですね、まあ日本のソニーですね。これがあの北朝鮮のあの将軍様を暗殺するようなあのちょっと神経逆なでするような映画作っちゃって、それであのハッキングを受けました、サイバー攻撃を受けました、それに対してアメリカのオバマ大統領が、北朝鮮はあの謝罪するべきかなと言って報いを受けなければならない、なんていうことを言いまして、それの報復だろうな、アメリカはノーコメントって言ってますけど、タイミングがあまりにもあのぴったりだから、アメリカにネット止められたんですよ、あの北朝鮮は。ざまめろって話ですね。敵国たる韓国もですね、日本は同じことできますよ。あそこはね、あの上北朝鮮でしょ、で、あの周り海ばっかでしょ。でね、北朝鮮は敵国ですから、陸の孤島なんですよ、実は。でね、あの韓国があの世界に通じるネット回線は実は日本を経由しております。海底ケーブル、通って使ってですね、敵国なんだからそんなケーブルぶっちぎって二度と修復できねえようにしたらいいんだねえのって、あの坊主ピーなんかは思いますけどね、いいんじゃねえの、あのあいつらは韓国国内だけの、回線でネットで、やってればいいんじゃねえの、あの世界に全然あのアクセスできねえようになっても構わねえんじゃねえの、いう話でありますね。なんであの日本はそのぐらいしてやんねえんだ、敵国なのに。外務省はもうあのいかんだいかんだばっかり言ってて、これやったらこうすからってなんで言えねえんだ、ネット回線ぶっちぎっから、竹島にあの軍事侵攻上陸したらおめんとこ の, あのネット回線全部ぶっちぎっから、ってなんで言えねえんだってね、あの在韓米軍がいっからか、在韓米軍も細かから言えねえのか、そこまであのアメリカに の, あの顔色を伺う必要があるのか、領土を侵攻されてるのにってね、アメリカに言って、じゃ あ, あのアメリカにと交渉すればいいんですよ。在韓米軍が細かかんな、ネット回線ぶっちぎっかんな、本国からの命令いかなくなっかんな、それが嫌なら竹島上陸をやめさせろと、それが交渉で外交っていうもんでしょ、という話でね、日本はおかしいんだわ、というお話であります。安倍総理は頑張ってますけど、さすが保守則を、読んで勉強している総理であるなというぐらい頑張っておりますけど、まだまだね、敵国人たる在庫の力を弱らして、もっともっとガバッといきましょう、ちょっと時期を待ってる時期ですねという話であります。坊主Pでした。はい、こんにちは、坊主Pです。12月10日、今日ですね、特定秘密保護法、施行されました。今日の0時からですね、民法労組連が廃止を求める声明を早速出しました。そうかそうか。秘密は今のところ47万件であります。漏らしたものが10年、重いよね。10年の懲役、探ったものも5年の懲役、食らわせる。これは、非常に画期的な、あれでありますね。特定秘密保護法。民法労組連、労働組合ですよ、要するに。朝日テレビとかね、日本テレビとか、そういったこの労働組合が、なんでお前ら声明出してんだよ、特定秘密保護法を、
開始を求める声明なんですって。朝日新聞も、毎日新聞も、向きになってね、発狂しながら、反対していた特定秘密保護法、特秘法、日本のためにならないわけがないな、なんて思いますね。でですね、5年なんですけど、秘密を探ったものね、5年の懲役なんですけど、スパイ防止法では死刑、まあその昔出されたですね、1985年、102回国会で提出、103回国会で廃案となってしまったスパイ防止法では死刑まであったそうでございます。でね、日本は今、スパイ防止法がねえから、スパイ活動そのものを取り締まる法律がねえそうです。例えばですね、データを盗んだら窃盗罪、データを盗むためにどっかに侵入したら、侵入罪、個別にで、取り締まるらしいんですけど、スパイ活動そのものを取り締まる法律がないもんですから、中国やロシアなど、特定の敵国、仮想敵国の外交官や大使館なんかが黒幕のことが多いのだけれども、こいつスパイやってやがんなって思っても、退去をお願いするしかできない。しかもですね、アメリカやイギリスのような友好国に対しては、堂々とスパイ行為やってやがっても、それができない、というようなのが現状だったそうです。ですけれども、これでですね、特秘法でですね、特定秘密を探ったもの、探ろうとしたものは5年食らわせられるということで、画期的な進歩であるなぁって、ちょっと思いました。でですね、廃案になっちゃったスパイ防止法なんですけれども、1985年、リクルート事件なんていうのがありまして、自民党の支持率がすげえ落っこっちゃって、そのまま廃案になっちゃったらしいんですけれどもね、スパイ活動を、そのものを取り締まれる、うろちょろね、国家機密に近づいたものを、スパイだっつって取り締まれる、死刑まである、ということで、案の定ですね、当時のですね、社会党や、その他野党ですね、どこって書いてある？社会党や、その他野党が、全員反対。公明党、民社党、日本共産党、社会民主連合、まあ、社民党ですかね。社会党、野党が、断固反対を貫いた。自民党内でも、谷垣が反対した。ガッキーですよ、いわゆる。ガッキーがね、今感じちゃってるガッキーが反対したために廃案となってしまったという、スパイ防止法なんですけれども。これね、今回の選挙で、安倍内閣が大勝ちしたら、スパイ防止法復活の目がありますね。5年なんてケチくせえこと言わねえで、死刑にしちゃえってね。スパイは死刑にして。大体ですね、どこの国でもね、スパイ防止法ね、国ないですよ。国家ないですよ。国家機密を探ろうとしたものは、それ相応に罰しないといけないんじゃないですか。それがね、国家の要諦ではなかろうかなんて思うんですけどね。そういえばね、集団的自衛権。集団的自衛権がない国なんて、今まで日本しか願ったんですよ。どことも組まねえよ、俺はって宣言してるスイス以外はということで。これも最近容認しますということで、まともになりましたよね。でね、スパイ防止法ねえ国なんかねえからってね、国家機密探ろうとするものを罰せない国なんてあるものか、って思っていたら特定秘密保護法ができましたね。でね、探ろうとしたもの、探ったものも5年食らわす。探ろうとしたのも未遂もあるよ。ということで、その民法労組連、労働組合、マスゴミの労働組合なんて日本の敵に決まってますんで、そいつらが大反対しておる、いうことで、とってもいいなと思いました。安倍内閣、安倍政権選挙で大勝ちするといいなーって思います。スパイ防止法できてね、スパイは死刑、そういう風に世界の常識になってもらいたいなと、思います。特定秘密でね、5年なんてケチくせえこと言ってないで、死刑もあるよ。ポロリもあるよ。かっこ首が。
あのね、イスラム国みたいに、斬首刑だよ、みたいな。ポロリもあるよ、首が。というようなスパイ防止法をぜひ作ってもらいたいと思います。そうすると、朝日新聞もね、毎日新聞もね、だいぶの人間逮捕されることになるんだろうな。で、死刑にね、何かなったらとっても面白いと思うんですけどもね。安倍内閣政権の選挙の対象を懸念しているところが、韓国内でもありまして、中央日報。自民党総選挙で、3分の2議席が有力、317取りますと、単独3分の2、でね、参議院がねじれてても、参議院で、自民党が過半数持ってなくても、衆院だけで法律を作れちゃう3分の2、ルールというやつですね。でね、そうなると、安倍政権、改憲を加速化っていうね、中央日報が、社説を書いております。憲法改正されてしまうのかーってね。これはね、こいつらにとっては、9条をなくされてね、自衛隊が他国に攻め入れる存在となってよ。でね、竹島返さねば、あれだってソウル日の海にすっから。って言われんのを何より恐れてるんだと思います。なもんで、日本の総選挙なんか気にしちゃってんだよ。中央日報ともあろうものが。中央日報はですね、政府より、今の政府よりの、部数2位を誇る大新聞ですから、韓国にの内では、ということなんですけどね。まあね、今の政権よりということは、日本で言ったら産経新聞みたいなもんすか、産経新聞とか、若干読売新聞みたいなもんでしょうか。そこが、めちゃくちゃ気にしちゃってる、日本の選挙を、救助をなくされて、ソウルを日の海にすっからと、言ってもらいたい。それがまともな外交であると、ボーズピーは思います。外交交渉ごとにはね、飴と鞭が必要なんですけれども、今まで救助があったせいで、鞭がなかったんですよ。鞭の手段が存在しなかったの、日本は。だから、飴と飴で交渉する。ですからね、外交とはとても呼べないものである。なんかうぜいこと言われたら、すいませんつって謝って、いくばくかの金を出して、そんなことを70年もやってきて、もういい加減に終わりにしろってね、安倍政権ね、大勝ちして、スパイ防止法を作って、朝日新聞の記者何人か死刑にして、毎日新聞の記者も何人か死刑にして、NHK の職員も何人か死刑にしてね、スパイだっつってね。でね、9条をなくして、そうすれば9条をなくせるような世間にだんだんなってきますから、よっこらせってね、煮詰まった頃ね、だいぶ敵側の勢力、スパイどもが掃除できたところでよっこいせっつって、じゃあ憲法改正します。言って9条をなくすと。でね、9条をなくした挙句、自衛隊は世界中どこでも攻め入れる軍隊と会い、生まれ変わり、ソウルを日の海にすっから竹島海難さんに来ちゃう。平壌を日の海にすっから、拉致被害者今すぐ返さなきゃ。でね、北方領土を今すぐ返さなきゃ、あれだから、モスクワ日の海にすっから。で、交渉できるようになるでしょ。ですんで、安倍政権の大勝ち、まあ、早なしが自民党議員が増えるといいななんて、すごく思ってる坊主っぴであります。中国、朝鮮日報の記事なんですけれども、中国がテレビでですね、自分どこのテレビでですね、日本の戦闘機 F2 を突破して中央部を攻撃する訓練をやったというのを報道した。今まででですね、日本を明らかな敵国とみなして、公表するのは初めてである、というような記事が朝鮮日報に載りました。中国ね、敵は日本だから、で、公表したという話であります。これはね、10月に米国国防省が出したですね、防衛白書。次に戦争をやるとしたら、米国がね、次に戦争をやるとしたら、中国が一番可能性高いだろうな。っていう発表を受けてのことだと思います。それでね、それの前に日本は集団的自衛権を容認ということで、アメリカさんにお付き合いしますよということになってますんで、すなわち日本も次に戦争をやるとしたら、アメリカにお付き合いするとするならば、中国と戦争をやる可能性が高いわけだ。そういう空気を中国も察してですね、敵は日本だから、と公表した、というほっこりしないニュースであります。
ります。これはね、いち早く救助をもうなくさないといけないんじゃないか、なんて思いますよ。守るばっかでね、北京に爆撃できねえなんてね、そんな感じでは勝てねえから、負けないまでも勝てませんよね。ですんでね、救助をなくしましょう。中国はやる気満々ですんでね、こういう風にね、日本が敵です、日本の F2 戦闘機を突破しなければなんて言って、訓練してっとこうテレビに出しちゃってんだから、もう丸出しですよ。中国は敵ですからね。早く救助なくさねえと、北京攻撃できねえよってね。坊主 P は、主張いたします。負けないまでも勝てねえだろ。戦争を終わらす手段を、失ったままで、どうやって戦えって言うんだってね。長期化するばっかだっぺって、いうような主張いたします。韓国出産率4年ぶりに減少、1.19 だって、今 1.19、 2人がかりで 1.2 人しか作んねんだ。じゃあね、バイバイゲームで減っていくなというほっこりするニュースですね。韓国主力産業、スマホ、車、船舶、世界、シェア占有率8部門のうち6部門が中国に抜かされました。貧乏になっていくんだ。サムスン電子が世界一であるものも、レノボやクールパッド、ビボ、9社のスマートフォンメーカーの販売量急速に増やした結果、抜かされた、という感じですね。9社、中国の9社に、とっくにサムスンはスマホで抜かされておった。なんちゃってね、造船、海洋も抜かされた、石油化学も抜かされた、鉄鋼、製油なんかも抜かされた。ということで、いいんじゃないの？どうせ、中国の一地方なんだから、2016年からは、というような感じがしますね。韓国第2ロッテワールド、まあテーマパークみたいなんですけどね、水槽に穴が開いたり、柱に亀裂が入ったり、天井がひび割れたりと大変なようです。ロッテ側は問題ないと言っている問題ない。これなんかちょっと思い出すんですけど、その昔ね、直ちに問題はない。かなこ言った幹事長がその昔おりまして、豚っぽい顔した方だったかな。豚っぽい顔した幹事長がその昔ね、原発の事故がありまして、直ちに問題はないって、抜かしてんだね。でね、実はメルトダウンしてましたみたいな。ロッテもね、問題ないって言い張ってますから、まあ問題ないんだろう。そのうちセオル号みてえになるだろうけれども、まあ今んとこ問題ねえだろ。観客の安全よりも問題ないっつって営業して、その日の日銭が大事にだ。という、ほっこりする、誠に韓国らしいニュースでありました。坊主Pでした。はい、こんにちは。四季島海坊主Pです。久しぶりのローズPですね。選挙終わりまして、正確な数がですね、今日知れ渡りまして、まあ、様式日というかですね、日本のマスゴミは、案の定、吠えております。泣き叫んでおります。発狂しております。朝日新聞、選挙結果は必ずしも多数派の正しさを保証するものではないのだってね、中日新聞、白紙委任ではない、全体の人数からすると3割程度の人間しか自民党を信用していないのだ。日刊現代が一番発表しておりまして、これはまともな選挙結果ではなく、そうか、安倍首相により国会乗っ取りクーデターだーね。日本の新聞、まあ日刊現代はご存知の通り新聞ではないんですけどね、それは新聞協会に加入を拒否された。ので、あれは、日刊週刊誌です。日刊現代は。現代、中日新聞、朝日新聞の話を要約するとですね、まあ、意訳するとですね、これで勝ったと思わないでよね、というですね、全然かわいくないツンデレですね。韓国のね、寄生虫韓国の、新聞記事はさすがにちょっと違っておりまして、東亜日報、これで安倍政権が調子づくと南京大虐殺を否定する真似もやるだろう。百田直樹は南京大虐殺を否定した。虐殺否定は人類への冒涜だ。なんて書いてありますけどね。いいだろ別にお前ら人類じゃねえんだからさ。人類30億個のうち、どこの人類も持っていない6万3000個の変異遺伝子を持っている韓国人は、ボズピーは人類外生
物であると思ってますんで、人類の冒涜だろうが何だろうがお前ら関係ねえだろって、人類じゃねえんだから、お前らのことは冒涜してないだろ、お前ら人類じゃねえんだからね、これはどこだ、韓国人の反応、行き詰まった日韓関係を改善することが難しくなった、安倍首相は慰安婦問題や歴史問題について堅くなだ、東亜日報かな。次はですね、朝鮮オンラインですね。朝鮮オンラインは、まあ悔しいと、これで、あれだった、日韓関係は深い深い奈落の底に沈むであろう、まあね、あの心配だ怖い、というような論調であります。韓国の新聞は、日本の新聞は悔しい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 、韓国の新聞は怖い怖い怖い、まあそういうことですね、ですが、今日ある人と喋っていて、第一次安倍内閣の時は、戦後にレジウムの脱却とか言われてもさっぱりわかんにあった、何のことだよ、さっぱりわかんにあった、いう話でね、安倍ちゃんこそ元祖狼さんじゃ願ったのかなって、あのちょっと思いました。その頃は、その方は羊ちゃんで、こんなにね、日本がね、あの情報侵略されてるとは夢にも思わなかったもんで、安倍ちゃんのあの戦後レジウムの脱却というのは理解できなかった、今はとっても理解できる、おっしゃっておりました。でですね、昨日の話でですね、こういうロードマップをクリアしてって、ここら辺でね、あの敵側が弱った頃にね、会見、いよいよ会見ってやってほしい、いきなり会見っていうのもね歩けない、子供にね、あのいきなり走れって言ってるようなもんですから、順番を追ってですね、敵勢力を十分に弱らしてから、まあ、国民投票もありますからね、あの会見ってなるとね、ここまで持ってってほしいなって言ってたんですけど、なんとこれ情報窃盗をもっと重罪にしろ、敵側を弱らすために会見に向けてね、って、思っていたらですね、なんと話し合われておりました、11月下旬のことであります。経産省で有識者会議が行われ、法改正で漏洩防止強化、韓国企業などから狙われる例が増え、流出被害相次ぐ、ということで対策を練った、有識者会議というのが行われた、法律改正に向けて、話し合われたということで、非申告罪に、今までは申告罪で盗まれた会社とか盗まれた個人とかが盗まれましたって訴えてないと、調べてもらえなかったり、まあ、被害届出さないとダメだったということなんですけど、それが非申告罪になりました。ですんでね、警官の目の前で人刺したら、自動的に警官が捕まえるように、秘密無線電の発見したらば警官がよ、被害届出さなくても捕まえる。そういう風にしよう。15年の刑に、これ重いよね。懲役15年以下にしよう。重いですよね、これ。正直重いと思いました。すげえな。罰金、個人、5000万までの罰金、払える人いっかな。法人の場合は、今まで3億円以下の罰金だったのが、6億円程度にしよう。海外の現場で盗まれたのも日本の方で裁こう。まあ罰金払えて請求するやつですね。未遂でも捕まえよう。三次取っていうのはですね、情報の二次取得者までだったものを三次取得者。ですから、誰かに命令して、依頼して情報を盗まして、それをまた、転売する、なんていうケースですと、盗んだやつが一次取得者、盗みを頼んだやつが二次取得者、売った先が三次取得者。売った先まで、罰しよう。ね、罰金食らそう、懲役食らそう。ということでね、すごく、重くなっております、重くなる予定ということで、とってもいいな、ロードマップ、自分がこのニュース発見したのは今日のことですから、こんな風に進んでもらいて、もらいたいという第1弾が着々と進んでるようですんで、この通りね、進んでいって、次はスパイ防止法かっていう感じですね。会見に向けてよ、戦後レジウムの脱却ですね。でね、韓国経済がちょっとまずいことになっているようです。
国の借金、政府の借金が450兆になってしまいました。GDP 比で 300%。とするとね、韓国の GDP って150兆ぐらいしかねえのかな。日本は650兆。日本は650兆で、政府の借金が1000兆円ぐらい。まあ、2倍弱ですか。ですが、日本の場合は特殊な事情がありまして、ほとんど国内で、消化されてしまう。それはなぜか。金利が安くて、外国人が日本国債を、投資先として買いたがらない。なぜ金利が低いのか、ローリスクローリターンですね、ローリスク硬いと見られている。日本は破産しねえだろ、世界一金利が安いもんですから、世界一日本は破産しねえだろ、と思われてる、ですんで金利が低い、外国人には人気がない。どこがかかっているか、日本の銀行がせっせせっせと買っていて、でね、それの金利で儲けたり、でね、銀行が日本国債を買う原資はどこから来ているか。まあ、預金ですよね。皆さんにお預かりした預金、を、で、日本国債をせっせと買って、日本国債よりも低い利息を、貯金の利息として、預金者に、還元して、利ざやで稼ぐ。ということを銀行が一生懸命やっておる。ですんでね、原資は日本国民の預金である。言い換えるならばですね、政府の借金と言ってますけど、日本国民にとっては1000兆円の財産、資産である。定期預金して、利子を生み出す資産である。と見ることもできますね。韓国の場合の450兆円っていうのは、ほとんど外国からの借金なので、でね、15年前に IMF が入りまして、韓国政府が破産したもんで、IMF が入りまして、おめんとこも国債発行しちゃダメだから。で、禁止されたんですけど、韓国裏道っていうかね、ズルを考えることには、天才的な韓国人はどうやったかと言いますと、韓国銀行、まあ、中央銀行ですね。日本で言ったら日銀ですよ。韓国銀行に借金させて、で、政府の代わりに、まあ、身代わり借金ですね。それを政府がせっせと使う。それが450兆円になってしまったということ。ということで、韓国の中央銀行は、世界唯一の赤字銀行、赤字ぶっこいてた銀行なんですよ。なんで金すれる、その国家の中央銀行が赤字なの？って、おかしく思われる。そんなの不可能じゃねえか。思われる方もいらっしゃるかと思います。けれども、政府の代わりにせっせせっせと中央銀行が借金を重ねていたから、この低たらく、なんと世界一の世界唯一赤字中央銀行ということで名を馳せておりました。韓国人ってバカだなって、みんなに思われておりました。世界唯一の分断国家、世界唯一の軍事指揮権が自分で持ってない、という世界一ゾロですね。よかったね、韓国の皆さんね。で、サラリーマンもですね、だいぶ景気悪くなっちゃったらしく、27,800 人が、会社を去りましたということで、これはどこのニュースでしょうか。年末に危機を迎えている。今年に入って9月までに、27,800 人余りが解雇されました。まあ、リストラの嵐が吹き荒れているというニュースですね。まあ、日本の円高のせいだな。円高じゃねえ、円安ね。日本が円安の、円高の頃は、超儲かってたんですよ、韓国は。思いっきりね、日本にもね、物を売れたしね、仕入れが安いもんだから。マッコリなんて仕入れなんぼだったかは知んねえけど、居酒屋で、うろうろとしてましたよね。よっぽどね、原価が安くて、売ると儲かったんだろうな。とですね、世界一のものを発見しました。OECD、まあ、先進国ね。先進国34カ国中、売春婦比率、世界一。世界で、世界で、統計が出ている、国の中では何位かというと、2位。1位がベネズエラ。ベネズエラは1万人中119人が、売春婦。2位が韓国人。1万人中、110人が売春婦。まあ、100人に1人売春婦ということで、もっといるような気すけどな、韓国なんかな。でね、ベネズエラっていうのは、最近、経済がダメになっちゃって、ハイパーインフレになっちゃったそうなんですよ。ハイパーインフレ、ぶっこいちゃって、で、生活が苦しいと、売春でもやっかと、いうことで世界一になったんで、ベネズエラ、
まあ、先進国とも言い難いですもんね。先進国、OECD の中では、韓国が全、ダントツ、トップである売春婦率。あと他にもですね、1位のものを載ってるサイトを見つけました。これはですね、整形率。遠征売春率世界一。まあ、他の国に出かけてって、売春するのが世界一。総合売春率全世界2位。これはベネズエラに負けているという、悔しいということでしょうか。先進国の売春比率全世界1位。まあ、2位ですからね。ベネズエラは先進国人から抜かすと、まあ、トップということですね。あとは、このね、他国への入国時に迷惑行為をする率、全世界1位。他国に行くときに、税関で、ギャスかギャスか迷惑かけるのが、韓国女性が1位と。最も男性に精神的な虐待を加えている割合、全世界1位。なんだこれ。どこで測ったんだろう。どこの調査なんだろう。人口に対しての出生率、最低。まあ、最低の方でナンバーワンということですね。違法中絶率、世界1位。ダントツですね。2位に2倍ぐらい引き離して、中絶しとるわ。外国人男性に、最もよく利用される、ビッチ女性ランキング、世界1位。よかったね。経済力の男性依存の傾向、世界1位。まあ、男におんぶに抱っこである。不倫法定件数、世界1位。みだらなんですね。結婚してもね。はい、こんにちは。ご覧いただきありがとうございます。岸間会坊主 P です。11月8日、浦和駅西口でアッピでいたします。お題フリーですね。12月7日、朝日新聞が32年間も嘘を垂れ流していた欠陥商品、不良品であるから買わない方が得ですよ。デモを開催いたします。よろしくお願いいたします。今日もですね、凱旋、品川でやってきたんですけどもね、弁士さん、なんと総勢17名、打ち上げに行った人数20名ということで、打ち上げというか反省会ですね。敷島会の弁士さんは、みんな、反省したくてたまらないんですね。謙虚なんで。あ、大分の A 様、ご支援ありがとうございました。大分の A 様ね、親子連れで来てらして、昨日大喧嘩デモに、参加なされたようです。で、敷島会の会社も、はしごしてくださって、ご支援いただいちゃいました。どうもありがとうございました。もう一方ね、沖縄からいらしたタカさん、という男性の方がね、やっぱり昨日大喧嘩デモに参加しの、今日は敷島会の凱旋ミニキーの、喋っちゃいな、ヤオーって言ったんだけど、送り返しい方で、来ませんでした。反省会には参加されました。反省したかったんだな、ということで、この方も。でね、昨日大喧嘩のあれでね、あれですよ、カウンターの男性が、これね、保守色差法さんとかに載ってる記事なんですけど、カウンターの男がね、在特会のデモに向かって、文句は韓国政府に言え、在日で何が悪い、祖国は日本だ、日本が大好きだ、嘘つけ、一生懸命生きてきたんだ、知らねえよ、というようなことを言っていたというニュースが出てるんですけどね、祖国は日本だ、これおかしくないですか、外国人のくせに。祖国ってあれだろ、国籍を有しているところだろ、つまりお前の祖国は韓国だろ。あとね、文句は韓国政府に言え、散々言ってますよ、散々言ってますよ。あとね、在日特権が存在するのの一番の悪いのは、古き悪しき自民党だったと思います。バブルの頃でね、めっちゃ景気良くてね、その頃はお目こぼしされてた余裕があったから、在日コリアン6人に1人生活保護やっても、まあトータルで数万人だからいいペンつってやってたのが目につくようになってきた、バブルの時代。あとね、ネット金があったから、その事実が隠蔽されてきたなんていうこともありますしね。古き悪しき自民党が在日コリアン、つまり在庫を甘やかしてきたのである。私たちね、文句があるとするならば、その時代の自民党、あとは今の日本政府に文句言いたいですよね。結局ね、在庫をね、特権、在日特権を特権たらしめてるのは国の制度ですから、国の制度が悪いってことですよね。つまり政府が悪いってことですね。通名廃止とかね、だんだん首締まっていくみたいですけど、あと国会でもね、6人に1人生活保護なんだよ、7
んと 14.2%、 なんと、なんていうことが発表されたりして、是正に向けて動くんでしょうけども、国の制度が腹立たしいですよね、非常に。在庫どもはね、まあ、もらえるもんはもらっぺんってね、まあ、月17万くれる、ラッキーもらっちゃうって、俺だってもらいてよってのね、そんなね、ただでくれんだったらね、6人に1人ね。でね、私、獣医師という資格も持っておりまして、実は、6分の1が本当にね、生活能力がない、無能力な生物は、もはや生物として、生物の種としてね、もう存続していく資格ねえから、滅びたらいいんじゃねえかって思うんですけども、皆さんいかがでしょうか。6人子供産んでね、まあ、1世帯で2人ずつ子供産んでよ。でね、3世帯のうち1人が、無能力者である。生活能力がね。こんなね、不良率が高い、生物の種はね、滅びるべきなんだよ。それが自然なことであるしね。それをね、本当に生活能力がないとしたらですよ。本当に生活保護をすべきなぐらい、本当に障害者とか、バカとか、そういうのが多い。精神異常とかね、そういうのが多いって言うんだったらば、そういう種は、生物の種は、滅びるべし、滅びるのが自然。何もしないでいると、滅びるでしょうね。確実に。そんな6分の1の高確率が、不良品だって言うんだったらね。でね、本当なのかという話なんですよ。なんだっけ、林七星でしたっけ、保険金、生活保護、詐欺で捕まってましたしね。本当に、お前らは嘘つきで、泥棒で、ピンピンしてやがるくせに怠け者で生活保護タダでもらってるって言われんのと、お前ら6分の1の、子供が、生活能力がない不良品だから、もう種としてダメだから、滅びろよ、って言われんのと、どっちがいいんだって話ね。でね、おかしな話でね、日本政府がなんで在庫どもに生活保護、生存をね、保障してやんなくちゃなんねんですかってね、それを言うならね、日本に住んでるってだけでね、生活保障、在庫だけじゃないですよ、実は。ブラジル人とかね、そういうのにも政府をやめちゃってんですよ、実は。そんなことを言うんだったらね、シリアの、子供とかね、イスラエル国の、食うや食わずの子供の生存も、日本政府が保障しないと、これは差別じゃないですか。日本にいるってだけでね、日本の住民って、あるだけで生存が保障されちゃってんのは差別じゃないでしょうか。つまりね、日本国政府は、今のままね、在庫どもの生活保護を、続けるんだったらば、世界中の、子供とか、無能力者とか、生活能力にやつの、政府もやれよってね、何兆円かかるか知んねえけど、やれよってね。それができねえんだったら、在庫どもの、生活保障してんじゃねえって、最高裁で、違憲判決出だっぺって、行政がね、憲法違反のこと堂々とやってやがって、どういうことだよねって、坊主ピーは言いたい気持ちでいっぱいであります。あとですね、統一教会によって連れ去られた6500人の女性の連絡が途絶えている、音信不通で生きているか死んでいるかわからないなんてことをね、ダイナソーさん、四季島会のダイナソーさん、今日はタイガーさんに になってましたね。タイガーマスクかぶってね。その人はね、言ってたんですよ。以前の演説で、あ、そうだったんだって、初めて知りましたけど、燃えるアジアさんでも取り上げてくれました。これはね、在庫どもが一生懸命記事を削除したせいで、滅多に見ることがない、知る人があんまり少なくなってしまった事実である。統一教会による、中断結婚式で韓国に嫁に行ったとされる日本人女性6500人が行方不明、音信不通。これ、拉致ですよね。拉致ですよね。まあね、自分でね、行くっつってね、親の精神も聞かずに行っちゃったから、なんかね、こんなの救う、自由意志だから、騙されたバカな女が6500人ってこのなのかな、ちょっと思いますけど、にしたってね、日本はね、騙された方が悪いんだと考えられるような、そういう邪悪な民族ではありませんから、やっぱり騙した方が悪いんですよね。騙した方が悪い。犬とかにね、噛みつ疲れてね、噛みつかれた方が悪いんだなんて、いうようなね、人は人でなしですから、大丈夫か、犬、
悪いよね、噛みついた犬が悪いんだってね、騙したが悪いんだって、統一教会とんでもねえなという話であります。そういう奴らがね、未だに足立区とかね、荒川区とかで、正々堂々と合法的に活動してるのが俺は気に入らないです、とっても。これもね、日本国政府に文句言いたいところでありますね。先ほどの在特会のデモにカウンターした男性の話ですけどね、文句があるなら韓国政府に言え、言ってるよ、さんと。文句があるなら日本政府に言え、言ってるよ。俺らに言うな。じゃあそうしましょう。在庫どもには直接言わずにね、日本政府を締め上げよう。なんで在庫どもに、そんなに高確率の6分の1の生活保護やってんだとかね、通名はなんだってね、そんなのやめさせろとかね、あと、朝鮮学校に、なんで助成金やってんだって、あそこは隠し学校だぞ、塾に過ぎないんだと、塾とか自動車学校に過ぎないんだと、他の日本人が経営する塾とかお花教室とか、料理教室とかにも、全部助成しろってね、袖根っけ差別だ、言うようにしたいと思っております、敷島会は。私はね、正直ね、いい思いをしている頭のおかしい在庫ども、在庫どもはね、本当に頭がおかしいんです。あいつらのツイッターなんか見張ってますとね、どういうどもはいつ目を覚ますんだろうね、かなんか真顔で、話し合っちゃったりしてんだから、本当話になんねえ存在なんで、結局はね、在庫どもが、ずるして、いい思いしてるっていうのが俺ら気に入んないわけなんで、ずるさして、いい思いさしてるという国の制度を変えるべき、訴えるのが、まあ、筋でしょうね。でね、そういういい思い、ずるい思い、在庫ども、がなくなってね、一律、他の外国人と同じように扱われる。これが平等ってもんですよね。これが公平ってもんですよね。共産党なんかよく選挙ポスターに書いてありますよ。格差のない社会の実現をってね。本当にそうしたいんですよ。私たちは。でね、それをね、大阪市がヘイトスピーチ規制案を、検討だって、まあ条例がなんかつくんですかね、在日団体からヒアリングを行うよって、なんで在日団体からしかヒアリングを行わねえんだっつうね、この野郎だ、橋本はね、在特会の会長を呼びつけといてよ、んでね、聞かれたことには答えねえ、帰れはヘイトだなんつっておきながら、じゃあもう帰れって言ってみたり、めちゃくちゃなことやったじゃないか。在特会側のね、コメントは聞かねえで、なんで在庫どもの団体からヒアリングを行う予定、なんで片一方しか聞かねえんだ、これも差別ですよね、頭おかしいんじゃねえか大崎市って、気が非常にするんですけどね。昨日のですね、カウンター、在特会に対するカウンターはですね、韓国のテレビニュースでも報道されたそうです。あ、違うわ。パレードだ。同じね、昨日ね、11月2日、新宿でなんかね、ノーヘイとかなんかやってるデモが、在庫どもが群がってね、有田先生とか共産党の議員とかも多数参加して、まあ実数は1000人ぐらいって言ったかな。それがね、韓国のテレビニュースで紹介されたんだって、なんて紹介されたか、日本の両親。だって、違うから。この人ら日本の人らじゃねえから。韓国からしてみれば、在日同胞が、パレードしてますよ。これが正しい報道ですよね。違うでしょ。有田だってね、背乗りかどうだかわかんねえし、あんだけね、中身がね、特定日本人、元祖特定日本人って呼ばれてるほどね、朝鮮人化してしまってはね、本当にね、日本人かどうかも怪しいもんでありますよ。だから、日本の両親とか報道すんのはやめとくれ。お前らの仲間だから、まるっきり、国籍も、というようなことを主張いたします。あとですね、これ大ニュースなんですけど、日韓基本条約っつってね、8億ドルほど賠償金払ってるんですよ、実は日本は。んで、チャラなっつってね、最終的かつ永久に両国間の問題は解決された。でね、それをね、個人保証分も含まれてんのに、配ってなかった。北朝鮮の分も含まれてんのに、北朝鮮に渡してない。というのがバレてですね、訴訟を起こされたようです。やっと正しい方向に入ってきたなぁなんて、ちょっと思うんですけど、2005年のね、ノムタン政権の時に、
いや、日本からは8億ドルもらってっから、みたいなことが公表されて、国中青ざめたんだって。で、愛号、愛号、怒号の嵐。でね、なんで隠してたんだ、みたいな、デモも、いっぱいやられたんだけど、そんなことは、さっぱり忘れちゃって、主観と客観の、頭おかしい観光人ね。政府に行っても金くんねえから、諦めてたんですよ。でね、慰安婦が慰安婦が、日本人が悪い、日本人が悪いという麻薬に、犯されてですね。でね、それがね、訴訟を起こしたんだって、3人ばかしなんですけど、1000万ずつって言ったかな。韓国政府の払い。日本から金もらってんだろ、おめえら。日韓基本条約の時に賠償金もらってるだろ。それは個人保証分も、俺らに配る分も含まれてたのに、使っちゃっただろうが、汚せ。というような裁判が起きてそうです。いいな、とっても思います。韓国もね、政府は国民を騙してから、だん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 、真実が知れるととってもいいなと思っております。ボズピーでした。はい、こんにちは。敷島海坊主 P です。12月20日、浦和駅東口で街頭アピールを開催いたします。よろしくお願いします。忘年会もあります。私にメールください。よろしくお願いいたします。まだまだ募集しております。浦和駅というと埼玉で遠いなーなんて思うかもしれませんけれども、池袋から湘南新宿ラインで18分、意外と近いです。ですんで、よろしくお願いいたします。なんかね、京都の選管でですね、次世代の党の比例票が1500票、500票の束3つ丸々共産党に数えられていったなんていう、いう事件がありまして逮捕されました。でね、間違った、間違ったんだって言ってますけど、本当かどうかわかりません。法務省に問い合わせたところ、選管のバイト、票の仕分けする作業員の国籍条項がないらしいですから、外国人が入っているとも考えられますね。募集できたやつ氏名と住所と電話番号ぐらい書かして雇っちゃうのかみたいな、そんな話でありますね。でね、3年以下の懲役、50万円以下の罰金と、軽いんですよ。戦艦が票をいじったらという話なんですけどね。懲役3年、罰金50万円以下んつって、軽いだろ。これね、票をどうにかしようなんてことはですよ。大成功したならば、国家を乗っ取ることも可能なんであるんだから、国家転覆罪とか内乱罪とか、そういうのを適用してですね、死刑もあるよ。コロリもあるよ。かっこ首が。というふうに重くしてもらいたいものであるな。戦艦ね。その代わりいい給料出してさ、間違ったら死刑なんて、間違ったらっていうか、わざとやったら死刑なんて。でですね、例の東京十二区、玉上候補、の得票がですね、3万9000あったと。それなのに、次世代の比例票が9000票しかねえんだ。これはおかしいぞ。ということが、ネットで大噂になっております。もうスレッド10経っちゃいました。1万もの意見があったんだな。東京12区。有権者数が50万人いるんだって。でですね、東京の有権者数が、何万って言われてんだっけな、600万って言われてんでしたっけ。ちょっと忘れちゃいましたけど、都知事選の時に玉上さんは60万票ぐらい取りましたんで、東京12区50万、東京の15分の1の有権者がいる、60万の15分の1は4万、ということでね、なんか順当だなっていう、得票だなっていう気がとってもいたします。都知事選の時よりも、そっか、大した増やせ願ったのが狼さんを、というような悔しい気持ちもいたしますし、なかなかね、増えねえわなという気もいたしますね。ですから羊狩りが大事である、こういう凱旋も大事だよと、これが言いたくて長々喋ってたわけではないんですけれども、不自然な部分が多々あるのだ、というようなニュースであります。これ全国でやられちったから、共産党がね、小選挙区で1しか受かってねえのに比例で20も受かっちゃったっていう、アホみたいな、嘘みたいなことが起きたんでしょうか。自民党なんかはね、小選挙区で220に勝って、比例で68、
受かったということでね、3分の1、3対1、共産党は1対20。これ違いすぎるだろ。共産党比例票、全国の選管で水増してねえが、というような疑いが非常に濃いんですよ。あいつらそのぐらいやりかねませんからね、やりかねます。やりかねない。やりかねないんでね、やりかねますだったらやらないってことですよね。ということでですね、もっと刑を重くしろって、戦艦で、いじって、逮捕されたやつは死刑もあるよってしろ、内乱罪だっぺ、国家転覆罪だっぺ、これでね、あれだわって、共産党が与党になっちゃって、でね、すぐさま靖国を破壊しますとかね、宮内庁を解体しますとか、話になったら、目も当てらんねえから、国家解体ですから、死刑もしろって、死刑にしろって、戦艦で表いじりやがって、あとは国籍条項をちゃんとしろ、あとはね、もう少人数でやれ、なんぼ時間かかってもいいから、その方がいいよ、間違いがあるよりも、すぐにね、選挙結果知りたいというのは人の情ですけど、もう何日もかかってもいいから、本当に信頼できる3人ぐらいでちまちまやる、そんなような気持ちも非常にしますね。でですね、こちら、なんすか、衆院議員数の分析なんですけども、衆院480人、その3分の2は320人、現在自民が291人、公明が35人、翻って参議院はどうかと言いますと、242人のところで、2分の1が121人である、自民が114、これ間違えました、114でした、今調べたら、死んだかなんかしちゃったのかな、115だとばっかり思って、公明党が20、それで自公を合わせて、過半数以上という話なんですけれども、朝鮮のね、中央日報はね、結構鋭い分析しておりまして、4年間安倍総理はできるんだ、安倍総理は前々から、会見、憲法改正は自分の使命だ、歴史的な使命なのだって言ってから会見するだろうけれども、公明党が会見に消極的だ、だから今すぐ会見できるわけではないなって中央日報が鋭い分析してやがりまして、そんなに日本のことを見てんじゃねえかねやるって、気になって気になってしょうがねえのなくね、という、中央日報ですね。当面は景気回復に注力すると思われる、なんて分析をしておりまして、公明党は会見に消極的やある。でね、衆院も参院も会見のためには3分の2必要なんだって、議員の賛成の。でね、自公が、つまり公明が裏切らなければ、衆院は3分の2あるんですけれども、参院では3分の2ないんですよ。参院で3分の2って言ったら160ですから。ですから、今の状態で公明が裏切らなくても、会見は不可能、そういう風になっております。でね、会見に向けて、半分でいいべ、議員の半分、過半数で、国民投票の半分でいいべ、いう風に安倍総理がしたい意向のようです。でね、残念なのがですね、参院で自民党単独で過半数ないってことですよ。自民党単独過半数121あったならばよ、衆院では過半数完璧にあるから、衆院から参院に送った法案を参院で自民単独で可決できた。で、すんなり成立と。ところが、公明に裏切られた場合、114しかない自民は、法案をすんなり可決できない。そうすると、衆院に戻ってきてしまう。衆院に戻ってきた場合は、3分の2の賛成で可決できるという3分の2ルールというのがあるんですけれども、ここでも公明に裏切られている場合は、291しかないので可決できない。つまり、公明党に裏切られると何も法案が可決できない、ちょっと綱渡りな状態だという感じであります。自民はね。現場の様子を見てると、まあ選挙現場ですけどね、あちこちの自民党さんの候補の選挙活動、選挙中ですね、に行ってきましたけれども、公明さんとはズブズブです。
自民党の、国会議員候補の外選にですね、まあ、前座としてですね、公明党の県会議員、公明党の市会議員が壇上車に上がって、まあ短い演説をすることもしばしばである。もちろん自民党のね、あの地方議員、県会議員、市議会議員も区議会議員も来るんですけれども、公明党もちゃっかり演説してやがる。自民党のあの国会議員の外線にですよ。あとですね、色が違うジャンバー来た5人とか10人とかのあの運動員、公明党の運動員が来て、自民党の候補のお手伝いしてやがる。チラシ配りとかね、あのビラ巻きとかね、そんなことをお手伝いしてやがって、でね、ちょっとそばで聞いてたんですけど、候補本人がね、その公明の運動員、ジャンバー来た、色違うジャンバー来た、運動員に、いつもすいませんって言ってたんですよ。だから、いつもいつも手伝ってもらってんだね、自民党は公明党の運動員に。その見返りとして、その自民党の街宣車に、公明党の地方議員が乗らせてもらって、喋って、名前言って顔を売る、という見返りをもらっておるのだな。ということで、候補本人も、公明党の運動員にお世話になってて、いつもすいません。いつも応援してもらってる。頼りにしてます。というような雰囲気ですんで、もうズブズブで、ああ、こりゃ切れねえな。公明党切れねえな。自民はな。という、坊主 P の感想であります。逆もまたしかりで、公明党は公明党でね、その自民党を応援っていうかね、利用してんですけどね、自民党のあの、候補者の、ところに、自分の地方議員、行かしてもらって名前、売るというね。あとね、自民みたいに300人も候補立てらん、300人近くも候補立てられる、まあ力がないから、自民党に遠慮してもらって、そこに、公明党の候補を立てる。おかげで、小選挙区の公明党の、当選率がなんと 100%、なんと 100% でした。今回の、あれでは。ですんで、私の感想ではね、選挙現場の様子から私が受けた印象は、切れねえな。自公は切れねえな、これな。もし切れるとしたら、公明党が議席を減らして消滅。とかね。あとは、もう一つ連立増やす。次世代の党と自民と公明で連立して、自治公連立。とかね、こういうのもありでしょ。今のあの時効の様子から見ると切れない。とってもズブズブすぎて。で、公明が消滅してくれると嬉しいな。でね、自民が単独で3分の2いってると嬉しいな。というような感じであります。でね、次の参院選挙は2016年7月にあるんですけれども、ここでね、なんとか自民党は、議席をですね、6か7増やしてもらって、単独過半数いってもらいたい。そんなことはありえない。方は思いますけれども、憲法を変えるんだなんて大事になりますと、公明党がへたれてビビり上がって、裏切る恐れがあるから。2016年、7月までは、安倍総理もその辺分かっていてですね、公明党の期限を大きく損ねるような法律は作れまいな。せいぜい作ってもスパイ防止法ぐらいであるのかな、なんて、ちょっと坊主っぴーは思っております。その代わりね、2016年のあの参院選で、自民党単独で過半数取れたならば、あとは飛ばしますよ。あとはあの安倍総理飛ばしますよ。というような感想であります。まあね、これね、全国でもちっと調べてほしいわ、というような感じであります。国家転覆の恐れありだよ。そんな自由自在に、選挙違反して票をね、集めた票を書き換えとかね、入り替えなんかできるっつったんだったらば、恐ろしい話ですね。坊主Pでした。はい、こんにちは、坊主Pです。
サムネ、白いワイシャツだけでやってたらですね、これ見たのか見てないのかよくわかんない。ちょっとサムネに区別をつけてくれというご指摘いただきましたんで、バラをですね、赤くしたり、黄色くしたり、ずらかぶってみたりと、ちょっとした工夫をしております。坊主ピーです。27日忘年会あります。13日池袋で昼からライブあります。こちらの方もよろしくお願いいたします。枝野幹事長ですね。枝野幸男、元内閣官房長官ですか。なんかね、安倍総理と菅官房長官がいないときに、大災害に起きて何千人も死ぬといいな、ウヒヒヒヒって、言っちゃったのをですね、オフレコだがんなって言ってたのに、バラされちゃってみたいな話がありまして、雑誌かながな記事にされちゃったんですよね。そういえばね、松なんとかっていう民主党の大臣なんかも、オフレコだがんなのって、これ書いた会社は終わりだがんなのって、脅してるとこちゃっかり書かれちゃったりぐらいして、で、記者がね、オフレコだがんなって言われたことを漏らすという心理を考えてみてください。オフレコだがんなっていうの、漏らしちゃダメだがんなって言ったのをあえて漏らすという心理。記事のネタになるっていうのが大事でしょうね。これは大ニュースになる。この人とも切れてもいいや。この人から情報をもらわなくてもいいや。この大ニュースをものに資材すれば。って考えるのが一つ。あとはね、単純に嫌い。松なんとかっていう大臣が記者をあんまり脅したもんだから、この人大嫌いのね、もう会いたくないのね、書いちゃうんですね。枝野もね、その感じで書かれちゃったんだと思いますけどね。しかしね、ユニコと書いてね、安倍ちゃんと菅官房長官がいないときに、大災害が起きて何千人も死ぬといいな、なんてね、人出なしですよ、こいつ。見た目もね、人出ないみたいですけどね、ブーブー、豚さんみたいですけど。ということで、困っていると。それはデマだ。言ってね、枝野事務所なんですけど、枝野事務所、そんなこと言ってね、それはデマだ。そんでね、動画拡散したやつ、デマをね、流したやつ、YouTube とかに、お手製の動画作りまして、アップしたやつは法的処置を取る取るにだーんって、わめいてますけれども、最初に書いた、雑誌かなんか言ったらいいんだねえの？訴えたらなんかしたらいいんだねえの？なぁって思うんですけどね。その雑誌の記事を引用してね、動画作って、YouTube かなんかに上げて、拡散してる人別に訴えなくてもいいんじゃねえの？本当にやることが挑戦だなぁって、ちょっと思いますね。挑戦であるなぁってね、言うことなすこと挑戦なんですよ。直ちに問題はないんですね。ロッテワールドでも水槽に穴が開いてるけど問題はないとか。本当に似てるんだ、こいつ。でね、民主党の公約は、デマの塊だったでしょって、デマが良くないって言うんだったら、あなた方が飛ばしたね、選挙前に飛ばしたデマをご覧なさいよって、すべて嘘だったでしょってね、埋蔵金を発掘します。嘘でした。デマでした。公務員人件費2割削減。嘘、消費税4年間議論なし、嘘、比例定数80議席削減、嘘、公共事業 9.1 兆円削減、嘘、天下りは許さない、嘘、増税はしない、嘘、暫定税率廃止します、嘘、赤字国債抑制します、嘘、沖縄基地は最低でも県外切り、嘘、ね、コンクリートから人へ、嘘、ガソリン税廃止して、ガソリン値下げします、そうでしたっけ、うふふふふ、嘘、太田和美ってやつですね、この時のね、殺してやりてえと思ったのに、ね、年金を一元化します、嘘でした、農家個別保障します、嘘、最低時給1000円実現、嘘、ね、あとはね、株価が3倍になるなんて嘘もぶっこいてましたよ。民主党が政権取ったら株価3倍になります、嘘、半分になっちゃったってね、8000ぐらいになっちゃったっていう話ですよ。円高進んでね、でね、民主党の公約はデマの塊だったんだぞって枝名子の野郎ってね、そのデマの塊ぶっ飛ばしてたお前らが、なんで人の、本当かもしんねえことをデマだと言って、あれなんだって、これはね、これが真実じゃない、虚偽であるというのを、証明する、証明責任は起訴する側にありますからね。例えば、枝野事務所がその YouTube に上げた投稿者さんを訴える場合はね、訴える場合は、これが虚偽であるっていう証明責任は枝野側にありますからね。どうせできねえんだろ？言ったんだろ？本当は。デマだって言い張ってっけど、言ったんでしょ？という話でありますね。
まあ、言ったっぽいよね。でね、なんでこんなに枝野川が発狂してるかと申しますと、埼玉で、ちょっと危ないんですよ、あいつ。民主党のね、官房長官、やったけど、だいぶテレビにやってたけども、民主党はねえよな。で、野田佳彦の地盤で、元総理やった野田佳彦の地盤で、人々が口にするほど民主党がダメであると。今70議席あるみたいですけど、海江田はね、赤穂議士にならなければならないなんて言ってましたんで、47人ぐらいに減らすんじゃないかって、自分では勝手に思っておりますけども、枝野も、大差で勝ったわけではないんですよ、この前の選挙も。確かね、10万対8万ぐらいで勝ってんだ、ようやっと。だから、安泰ではねえの。だから焦って、訴えるにだね、訴えてやるって、抜かしてんですけど、このデマの塊野郎がっていう話なんですけどね、民主党のくせに何言ってんだ、お前。民主党のくせに、という話であります。あとですね、例の朝鮮学校が、公園をですね、不法占拠してですね、それに抗議に行った際に、朝鮮人死ねとか、朝鮮人帰れとか言っちゃって、訴えられてて、っていう、裁判がありましたけれども、負けちゃった。最高裁に上告してたんですけど、棄却されちゃった。最高裁判所でですね、二審、つまり高裁の判決で、そのままで、いいだろ、こっちでは審査しねえよ、というような判決が下っちゃいまして、決定ということで、まあ1200万、支払いですね。でもこれは皆さん、あれです。早速ですね、朝日新聞が大喜びで、もう踊り上がって、社内では踊り上がって喜んでんだろうな、これな。こういう判決下ってな。もう、百歩つって、酒盛りして、赤飯炊いてお祝いしてますよ。ヘイトスピーチ賠償確定。朝鮮学校の日本の両親に感謝。ヘイトスピーチはいけないという風土を作って、だって、これね、もともとお前らが公園を不法占拠してたのが原因だがな。あとね、1200万円、支払いを命令されたのも、ヘイトスピーチに関してじゃねえんだがなってね。これはね、学校の営業妨害の分として、1200万円の罰金を支払えて、命ぜられただけで、ヘイトスピーチうんぬんかんぬんは、全然言われてないんですよ、判決では。被告らの表現の自由は制限しない、って判決文にも書いてあるんですから、ヘイトスピーチがダメだっていう、判決じゃないんだって。ただの営業妨害、営業妨害で有罪食っちゃったって話なんだって。それをね、なんとかあかんとか、朝日新聞は、ヘイトスピーチは良くないという、期待を作ってんってね、民族的北陵反組、社会の一員として成長していく環境を守っていきたい。で、まるで、あいつら側の、あれですよ、代弁者ですよ、朝日新聞。まあ、喜んでるはずだよな。最高裁でね、この前、外国人生活保護は、法的根拠がまるでねえよって判決下りましたね。それでね、ガグンと来てたとこで、朝日新聞の社内のやつら、ニダども。で、今回こういう判決が出て、なんとかかんとかこれをね、ヘイトスピーチはこのように罰せられるんだ、1200万取られるんだっていうふうに持ってきたくて、うずうずしてんですよ。早速記事だけ書いてるし、違うがんなって、営業妨害に関して、だけだがんなって、この1200万円支払いっていうのは、あとね、朝鮮学校が悪いんだ。公園を、60年も不法占拠してる朝鮮学校が悪いんだ。学校でもねえくせに。あそこね、一条校じゃないですからね。塾とかね、予備校とかね、お花教室とか、そんなような扱いだけなんですから。学校でもねえくせに、勝手に、公園を不法占拠して、我が物顔にしてんじゃねえ、50年もってね。全くね、京都の行政、役所もね、何やってんだか。それがなければね、こういうね、文句、付近の住民に頼まれて、文句言う人も出ねがったっぺって、京都は何やってんだってね、行政は、というような憤りを感じます。
あとですね、こちら、円高でどうなる、というのをまとめてみました。1985年にプラザ合意っていうのがなされまして、それまで円がなんと240円ぐらいでした。1ドル240円。プラザ合意でね、1、2年で150円ぐらいに半減しちゃいまして、その時何が起こったか、中小企業の製造業、町工場がね、もうひーっつって苦しくてバタバタ倒産しちゃったんですよ。で、シャッター閉めて、でね、生産が国外に移っちゃいました。車、トヨタ、ホンダ、日産、なんかまあ国外に工場を移して、現地の人雇って、給料を出して、現地の人にもその車を買ってもらう、というような商売に切り替えた、85、6年頃ですね。でね、とにかく海外の人間を使うのが安いもんだから、アニメのね、色塗りとかね、下請けなんかね、韓国に出すようになってしまった。ね、国産品が苦しい。輸入品が相対的に安くなるもんだから、釣られて、安値で販売しなければならない。しかも売れない。国産品が苦しい。これね、観光なども苦しかったんです。円高で、海外行った方が安いわ。ってなったのが、この頃で。でね、今でも不審なんですけど、国内の観光地、例えば熱海であるとかね、草津であるとか、伊東温泉とか、そういうところが、うんと苦しくなっちゃったのも、この頃であります。国外の観光地との競争にさらされたという、ことですね。あとですね、賃金が低下しました。円高によって賃金が低下しました。これはですね、流通してると、通貨の強弱がある、賃金が高いとこと安いとこがあるとする。そうするとね、仕事が行き交って、平均化圧力というのが加わるそうです。平均化圧力、賃金の平均化圧力、あと物の値段の平均化圧力っていうのも加わるという話でありますね。自由に行き来できるところで、一方で缶ジュースが200円で売っている、一方では100円で売っている。そうするとね、100円の方でばっかり売っちゃって、200円の方は100円にちょっとは近づけっかっていうような値下げ、の心が生まれる。100円の方はね、200円で売ってるの、ああ、200円でもいいんだって、150円にすっかっていう、そういうね、平均化圧力というんですけど、賃金が下がりました、円高は。でね、88年からですね、どのように円が推移してきたかと言いますと、おおむね115円から125円の間を行ったり来たり、行ったり来たり、でね、民主党政権、2009年から2012年までの民主党政権では、78.5 円という異常な円高をつけちゃって、散々ね、国富を韓国とか中国に流しちゃってね、中国製の方が安いわ、韓国製の方が安いわ、つって流しちゃって、マッコリが異常に安いもんだから、居酒屋チェーンもしこたま買い込んじゃって、マッコリなんとか客に飲ませねくしなんねえなつって、メニューの1ページをマッコリ特集見て、なんだ、いちごマッコリとかね、メロンマッコリとかに、なんとか飲ませよって、画策したのが民主党政権であります。そういうわけで、民主党はねえよな。というのが結論なんですけど、共産党もねえけどね。もちろんね。ただ民主党の票が共産党に流れるのは歓迎です。どっちも40人ぐらいの小粒な政党になってくれればね、足り合いやすいと思うんで、坊主Pでした。